では動物の気配が、動物が、あ、ほんまですね。これ道じゃないの？道ですね。天気いいね。ですね。思ったより結構厚着してきたんですけど。いや、長袖かなかったけど、ね、半袖でもいいぐらい。ですよね。いいです。まんじの。まんじの。まじまんじって。ねえ、ありがとうございます。なんかラーメン屋みたいな。今日は前はなんか作業着っていうかあれでしたけど、ラーメン、美味しいラーメン作る人みたいな感じ。なんでも屋です。はい、すいません、ありがとうございます。ですね、あ、マイク。はい、今日はですね、ちょっとまた、謎スポットというか、まあ、この、結構上の方なんですけど、岡山市内から1時間ちょっとぐらいの、位置にある場所に来たんですけど、まあ、これから、まあ、この後ろ見た通りね、見る通りね、山奥に入っていくんですけど、なんでその、もともと村があった場所に行こうかなと思うんですよ。で、その村ってのも、もともとというかもう、全然機能してない村なんですよ。もうちゃんと生活の営みが昔あって神社とかもあって、なんかその何軒か、なんかなんだろうな、なんか高瀬船が寄ったりっていうかその、あったりとか結構ね、物流の関係でも重要なポイントだったのかな。なんかそういう場所に今日は行こうかと思って、もちろんそれが廃村という形になって存在してる場所にちょっと行こうかなと思うんですけど、地図があるっていうことなんで。はい、じゃあちょっと地図。地図。見てもらう。はい。はい、手書きあ、ちょっとあれですね今現在地がこの温泉ってことですよね、うん、今温泉のそこにいるんで、ちょっとこっからすごいですね、血管のようにもうね枝分かれというかもうすごいな、わかりやすくですね、これ目的地地方とここってこと、まあ、この辺ぐらいこの辺じゃちょっと車でね、行こうかなと思います。はい。じゃあ、それでは行きましょうかね。はい。結構あれやね。山道やね、見たら。ですね。そうそう、かなり楽しみやったっけ、今日とかも。ね、ありがとうございます。あともうちょっとやね。ここその理由があってっていうことですよね。そうね。あ、この道ですね。昔の道なんだろうな。はい、本当だ。え？釣りしてるここね。え？釣り堀？いや違うね。でもそんな感じですね。釣り堀ですね。はあ。釣り堀があるんですね。こんな山の中。こんな山の中にあるよね。そのたび整備してるってことですかね。あ、でもそうかもね。釣り堀エリアでということなんですけど。てかさっきより狭くなったんですね。より。だって狭いと思う。車来たら大変やな。距離ありますもんね。あ、そう、そう。なんかちょっと雰囲気変わったね。変わりますね。これ。いや、街の上に苔が生えて。トトロの世界みたいな。ですね。ちょっと。
道が。あ、そういうことか。その日が当たらんけ湿気取るから道路が、ね、苔がすごいね。すごいね。でしょう。どういうことこれ。え、これも登っていくような感じですね。いや、それおっちゃん見ますよ。そら見るわな、こんなどこ行くんってなる。え、ちょっと待って、道がないやん。ここ止める感じですかね、多分。え、でもここはですね、2台で行くのはね、危ないですけど。なんか硬いですね、これ下。でもあの、この上か、ちょっと、あれなんですよね。そこが登りきらなかったね。舗装じゃないね、これ。コンクリートですね。これ昔の道ってことでしょうね。でもこの先何かあるってことですよね。あ、でも、電柱が。ですね、多分人、電柱がこれですね。なんか、人が住んでる。そうです。道しるべというか。うん、よいしょ。この、掘り起こしとかイノシシでしょうね。うん、どことかあるのかな。なんかね、こうやって、あるんですけど、だいたい動物がね、ほじくり返した後で、ですよね。一瞬なんか車がはまったんかなとか。そう思ったけど、ちょっとこれとかもろたもん。そうですね。絶対雲の巣あれやってる。大丈夫です。僕は前に進むんで。前に進む人いるんですよ。前に。そうね。タイヤの跡が。軽く登山ね。わ、木が倒れてるね。ねえ。ですね。イコール通ってないってことね。ですね、これは。これ、だから車置いたところ正解だったかもしれないですね。うん、かもしれない。牛かませんもん、この辺と。ねえ、ちょっと。よし。食べるんですね、やっぱり。食べるんですね、だって大きさからしたら、タバコがこの大きさだから。ですね。結構でかい。大きいっすね、ちょっと。行きましょうか。では動物の気配が、だんだんすると。死んだふりするからね。あ、ありましたね。多分写真撮ってたの、多分この位置から撮ってたような感じだったんで。家があったりとかは。あ、ありますね。なんか神社とか。開けましたね。木もなくなって。ああ、おお。見晴らしが。おお。からこっちからも行けるってことは、多分さっきの道じゃない？あのゲル君とこっちどっちかみたいな。あ、かもしれないですね。うわ、すごっ。ですね、また入っていく感じですね。うん、でも、ダムの方に向かってるんじゃないか。大丈夫ですか？ダムの方向かってますね。うん、葉っぱでかいですね、これ。これの上やね、ここに落ちてる。この上ですか。めちゃめちゃでかいですよ、これ。どんぐりじゃないですよね。多分違うかもしれない。ねえ。でっかっ。初めて見た、こんな。缶とかありますよ、これ。そのやつかちょっとわかんないですけど。
これ結構あるかもよ、今。はい。こっちで見たけど。どんな感じですか？もう、道が。うわうわうわ。大丈夫ですか？道がすごい枝分かれしてるんですけど、GPS も、ちょっと微妙な感じになってきて。電波が。左はないよ。左の道があるよ。一番、あれですね。でも通ってそうなの、こっちは。ですね。ということはね、ですね。あるね、奥に道が。ありますね。あるわ、あるわ。いや、これ人行かないですよ、これ。うわぁ、これ見てください、これ。だ。ああ、でも、3つやんか。ですね。明日仕事休まないです。大丈夫です。なんとかなります。これ、あ、近いですね。こっちやね。ちょっと。2件ありますね。水一番なんかね、こうあれ水溜めとってたじゃん。雨水溜めて。動物の水やったりとか、動物が。うわ。いけますね。瓶が、酒瓶。これすごいですね、ちょっとこれ。これ何ですかねこれ。あ、ボルトって書いてある。電気やん。電球やん。あ、うん、ますね。よくある。ちょっとあの。ありましたね、こんな。やっぱさすがに奥は無理ですね。こっち側から行くしかないですね。コーラの瓶ですか。こんな見たことあります？こんな缶。なんか、こんな絵のやつ。いや、ないね。そのやつこれ。賞味期限。アサヒ麦酒株式会社って書いてある。これビールらしいですよ。これアサヒビールの。そうなの？でもさ、この瓶とか全部さ、ビール瓶っていうか。うん。昔なんかな。酒飲みやったんだね。ですね、間違いないです。
カエル。これ道じゃないの？これ。道ですね。どっかに繋がったのね。あんま無理しなくていいっすよ。ゆっくりで。めちゃめちゃ速いっす。わかりました。なんか集落が見えてきましたね。集落が見えてきましたね。あそこです。ゴールは人が。人がちょっとおあそこに接岸しましょう。第一ブラック。はい。落ちないけど、一番多分落ちやすい。あ、上陸しました。あ、これやべえわ。筋肉痛みたいなやつですか？いや、あのね、つったような感じ。張っとる、張っとる。カーテンがまだある。ええ、あ、ここじゃねえの。これあった。うわ、気に悪い。これトイレですか？これおまるやん。おまる。あ、おまる。うわ、気に悪いよ。これですね、問題は。なんか手塚治虫の、おお、レオや、レオ、ジャングル大帝レオ。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。レオ、ジャングル大帝レオ。サリーちゃんに行く。そういうことは昭和、昭和、俺よりかまだ古いよ。340何年。え、いつのこれ。あ、鍵盤ハーモニカとかだよ。ばあちゃんちの。こっちはなんかね、お寺の中みたいな感じなの。いや、でもこの近くにダムがあるんで、その関係。二層式。あ、昔のやつですね。いやー、思ったより動きましたね。そうだ、だいぶ声がおかしいよね。いやー、なんかただ単に終わるかなとも思ったんですけど、結果的に船で行ったりしたけど、なんかそういう感じでもなくてただ何かしら点々としてるよね。うん、なんかあるね。いや、なかなか。でも船のね、旅が結構いいなぁというわけで、ウロさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ね、もうこれで、うん、今一応ため撮りしたんですけど、ここからあの、また今5時ぐらいなんで、7時ぐらいの新幹線に乗って帰られる。そんくらいか、まあまあ、もう一本遅くてもいいぐらいかな。ああ、ありがとうございます。ちょっとまた西合いの方でもよろしくお願いします。あの、出張で来たんで、出張で。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。